iPad 貸し。ごめんごめん、ありがとう。さあ、右。これおじさん、あ、おじさんこっちやっとった。いらないですから、別に僕お願いします。いえいえ、僕そんな人じゃないんで。もうさっきだってやっちゃいましたもん。チョモランマ万歳。もう一回お願いします。もういらないって。チョモランマ万歳。チョモランマ、チョモランマ、何なんですか。注目もでした。入るかもう今日。今日入る。この間イシマン入ったし。僕もさっきチョモランマやった。動画撮るでしょ。じゃあそろそろ、まあ、静かになってるんで始めます。ワルファーティーとも始まります。22回です。イエーイ。まあこともあろうにまた林さんにコメンテーター来ていただいたんですが、林さんがねいるからまたなんとかなるんですが、今日もゲストさん、鈴木くんが、メガネの鈴木くんが来てくれる予定だったんですけど、急遽ちょっと体調不良でお願いしますということで、いや助かっちゃったな今日も。もういらっしゃると思って、先ほど今日来ないよっていうのを聞いたばかりなんですよね私、うん、どうしますか。どうしましょう。どうしましょう。しまーん。OK。 いよいよ。いいよ。ありがとうございます。いよいよ。で、まあ、メガネネタなんで、はい、僕もメガネいつもしてますし、はい、まあ、ちょっとメガネをね、慌ててぶっこんできました。今メガネかけてるのに、まだ首にメガネをされて、コレクションしてるんですか、メガネまで。コレクションじゃないでしょ、これは。だって僕、必需品だもん。だから、こう見えない時はこうして、老眼鏡をこうする。ああ、こうか。下のはね、そのブルーは何、老眼鏡。これ老眼鏡。上はね、普段の。これ普段の普通のメガネ。普通って何ですか。普通ってど禁止なんです。だから外すと遠くも近くも見えないの。つぶらな瞳だけになっちゃう。, 笑うなよ。キラキラって今音がします。笑うなよ。キラキラって。なんでそのこの姿を撮ってやってほしい、このいやらしい笑い方。まあ、マイクは来てるんですけど、ね、マイクは入ってる。マイク入ってるんですけどね。本当に顔が見えない。で普段ほらしてるのが、普段ここで来てるのがこれでしょ。さあ今メガネケースから、あ、そうですね、この黄色はいつも黄色はよくね、皆さんご覧になってますよね。ちょっとこれレンズにオレンジ入れたんです。なんでオレンジ入れるんですか。え、いや、そのまま透明じゃ面白くないでしょ。へー。じゃあちょっとみかん好き。何がみかん好きとか。レモン好きじゃん。あ、レモン好きのみかん好き。きつけじゃないですか。レモン好きのみかん好きで黄色の縁ですね。そうそうそう。普段はほらおとなしくこういう感じでね、おとなしいでしょ。こないだなんかちょび毛描いてほしいような写真乗っかってます。なんすか。なんだそれ。ねえよそんなの。フェイスブック見たらさ、なんかさ親父が写ってるんですよ。はいはい。俺ちょびひげあれか。スーツ着てるやつか。あれはちょっとね、法事みたいなものがありまして。あ、法事用の顔ですね。法事用の顔。法事用はちょびひげだったんですね。そうそうそう。違うと思うけど。違う違う。そうっていう俺も俺なんだけどさ。違う違う。でね、スイクに頼んどいて、今日来れないんで物だけもらってきたんですけど。なんかたくさんメガネが来ましたね。白いサングラスを持ってたんですが、それを茶色のこのサングラスに変えたんですね。おお。で、これと同じ悪って声が聞こえました、ね、え、悪くないでしょ。悪って悪くないよね。悪って声で、白いのを持ってたんですよ、同じやつ。なんでレンズだけ入れ替えて、こっちは普通用にこう。いいですね。昔いましたね。そんな人って、ミッシェル・ポルナレフとか知ってる。ミッシェル・ポルナレフ知ってますよね。ミッシェル・ポルナレフ知らない。青木さんよくご存知みたいですよ。青木さんとかイシマンは知ってますよね。ね、大好きです。フランスの俳優さんなんか。え、歌手です。フランスの。そう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 。歌っちゃいますか。これかけて歌っちゃいますか。これかけて。
まあねレンズを変えるだけでこれ同じやつなんでどちらも変えることができる。これも鈴木君にやってもらったんですよ。ルディプロジェクトというメーカーのやつです。外国のブランドなんですか？なんじゃないかな。なんじゃないかな。メイドインイタリーって書いてあるんです。かっこいい。フランス人なのにイタリー製。そう、このツッコミ？もうちょっと違うツッコミしようよ。知らない人だからさ、どうしようもないんですよ、そんなね。想像ができないんだから、知らない人言われても。でこれ、さっきレンズだけ変えてもらったって言ったけど、これね、ハワイでマーティン・マッカーサーっていうところで買ってきたウッドのメガネなんですけど。それ芝木製ですか？違う。面白い。面白い。違うって。怒ってるよ、芝木。芝木も作れっちゃ作ると思う。あ、この間売ってました。手作り市行った時に。何メガネよ。木製のメガネ。本当に？売ってました、売ってました。この間してたやつじゃない？黒いこうやって目が良くなるやつとか。あれ穴開いてるやつでしょ。出ればいいじゃん。髪の毛ちゃんと飛ばして。ちょっと何がちゃんとだよ。こういうメガネね。でもレンズだけ。これサングラスだったんだけどレンズ入れてくれるんですよ。なんかケースもなんか木で。これはね、これは多分柴本くんが見ててやると思いますよ。そう、革っぽいじゃん、ね、うちは。中は革、貼ってあんのか。貼ってあって革じゃないよ、これは安物だから。木ですね。チェーンソーじゃちょっと無理。チェーンソーは無理だから。チェーンソー無理だから。もうすでにこう。これはでも柴田のところで月板でやらないとできない。作ってくださいますかね。でね、メガネもね、いろいろと遊ぶと面白くて、同じメガネを2個買って、絵を変えるという。おしゃれ。でも今ね、売ってるんだよね、こうやって色が違うって言って。で当時なかったから、これ同じメガネを2個買って絵だけ変えるという。そうすると安いメガネでもおしゃれですね。そうそう、黄色を今度ここで変えていいってことだよ。黄色に、その黄色に。やだよこれ。これはちゃんと1個それ変えてくれよ。これはちゃんとしてオークリーのやつです。これそんな安くないんです。気に入ってるそうです。こればっかりかけてくる。でそれに色をつけるとこうやって亀仙人になっちゃうんですよね。黄色でもね、色をつけると亀仙人になっちゃう。似合うじゃないですか。なんかそれいやらしいという意味。いえそうじゃなくて、亀顔がすごいいやらしい。取ってあげたい。出てこい。これ、いや、これ似合うなと思って今。遠くからじゃなくて、僕、老眼だから見えないんですよ、近く行っちゃうと。まあいいや。老眼貸そうか。あ、老眼取れる。僕、かけないですよ。老眼ですよ、それ。老眼すごいですね。画期的ですよね。あ、これはすごいですね。ちゃんと見える？あ、見えない。若ぶっちゃってるもん。若ぶっちゃいました。やだな。ダメで、僕、目が見えない。まあ目がね、ぐちゃぐちゃといろいろとあるんですけどね。このルディプロジェクトが結構この R が効いてて、なんか細かい作業でゴールでやってましたから。ああいいですね、それ。これ R がね、みんな R があるんですよ。 R があるんですね。 R が R 言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。まあちょうど向こうで老眼で老眼で受けてるからちょうどよかった。聞こえなかったみたい。結構いいよ、それ。いいですね。あ、これはいいですね。目悪いんすか？目悪いですよ。目悪いの？それ変わったことかな。そうですよ。いいですか？僕、目だけいいんです。おそう、目だけない。目だけいいんだよね。他ダメだよ。他ダメです。面白いのある。まあ、昔はこうね、普通のこういうメガネもしてたんですよ。おしゃれさんですね、いっぱい。こういうすげーな、いっぱい持ってますね。ねえ、いや、メガネぐらいしか買えないんで。着るものは全部自分のところにあるので。なるほど。はい、そうかそうか。一応売るほどうちにあるんで、着るものは。皮膚にお金かかってないってことですね。だからまあ、メガネとか時計、もう時計はこの頃あんまりですけど、メガネぐらいかな。なるほど。赤いメガネってあんまり僕してるの見てないでしょ。ない。一応あるんですけど、赤いのとあんまり似合わないでしょ。普通な感じになっちゃいますかね。面白さがないな。別に面白く生きてるわけじゃないんだけど。これもそうだね。これも
これとどれだ？え、もうメガネ買うときってね、こう何色のメガネ欲しいなとかって思っちゃうと買いに行っちゃうんですか？いや、見てて急に欲しくなっちゃうんですね。何個くらい持ってるんですか？わかんない、まだこれ半分ぐらいしか持ってきた。しないんだけど欲しくなっちゃうんですよね、ついつい。と、鈴木くんとこ行くとやばいです。またこういうのも島田ね、いろんなね、洒落たのあるんですね。これなんかグッチで安売りしてたメガネ買ってきたんですけど、オレンジのぐらいレンズを入れるっていう。いいじゃない、たまんないオレンジ色エスパルス。あ、そうそう、エスパルスといえばね、エスパルス好きなんですか？1日からエスパルスですから、僕もう島田、あ、なになになに振っちゃったよ。いや、エスパルスみたいになってますね。1日から僕、あのエスパルスドリームプラザでイベントですから。1日から何日までですか？1日から6日まで。6日までエスパルスドリームプラザの3階の3階の、海の箱2っていうところでイベントホールですか？で、シャツ、ワロハシャツから革製品で、革製品に関してはちょっと特価で出しますんで。え、どのぐらい特価なんですか？半額とか。今まで僕セールって絶対やんないんですよ。はい、だけど今回に限りセールをやります。え、革製品は何を売ってるんですか？財布からこういう、こういうバッグ、このバッグもそうですよね。バッグ半額、ね、バッグ半額。え、そのバッグも半額になっちゃうんですか？このバッグは半額にしませんよ。そうですよね。僕が使ったのは3倍掛けですから。なんですって。だってこのバッグすごいいいですよ、みんな。いいんですね。これすごいいいですよ、何でも入っちゃいますから。そうです。ててててお財布は？お財布もありますよ。お財布も半額？半額というか安く出すのがありますね。安くな出すのもあるけど。こういう財布、あー、いいですね。はい、安く出すのもあるけど、プロパーのやつもあります。うん、今日メガネで寝たんだよね。プロパーってなんですか？プロパンガスじゃないよ。なんすか、普通に英語使うとかあるんですよ。何言っちゃってんの。そうそう、それで、青木さんのところに持ってくる予定で持ってきたのが、あれ、あー、置いてきちゃった。また持ってきます、案内状。一番大切な。いや、だって今日僕のあの予定じゃなかったから。急病のメガネ屋のせいだな。そうそう、メガネ談義がそうなっちゃって。メガネ屋さんは島田のどちらにあるんですか？島田の本通り5丁目、昔ね、ジャスコがあったんですけど、そこの真ん前、はい、ジャスコの目の前。もう今ないんで、今さら地になっちゃったんですよね。で、横に P5 っていう大きい駐車場があるんですよ。その、東側にメガネの看板がありますので、そこがそうですね。メガネたくさん、こういうメガネはたくさん置いてあるんですか？何でもありますよ。何でもある。うん、で、今日持ってくって言われたんだけど、ちょうどね、まあ、僕が説明することもできないから、はい、だったんだけど、デザイナーさんの作った一点物みたいな。こんなとこに蝶々がこうついてる。おしゃれな。それをね、見せたかったんですけどね。ですけど、残念ながらまた機会があったら次呼びますんで。はい、で、こういうほら、こんなメガネって普通おばさんとかさ。そうですね、女性向けな、女性向けのピンクのメガネでしょ。感じですね、ピンクの。真面目なお姉さんがしてるみたいな。うんうん。で、こういうのも別にこうすると意外とできちゃうんですよ。あー、本当ですね。あ、なんか賢そうに見えます。賢そう。そうはない。賢い。言わされてますよ。何寝てんの？なんだよそれ。あ、まあ、興味ないもんすかね、僕ね。バレちゃいましたね。ひどいなあ。さっき絵を描いたやつもこういうのも絵が描いたやつ。あー、ほんとですね。いいですね。これと。あ、いいですね。まあ、絵を変えるだけでもだいぶ感じが変わりますよね。うん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 、メガネ屋じゃねえの、メガネボロボロ出てる。すごいですね。まだまだ出てくる。バッグ来たんですね。え？いや、慌ててすっこんできたね、今日。と、あの、アラーキーみたいなんですよ、こういうの。うん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 。あの、鼻当てがね、こうなってるやつもね、意外と、これないんですよ、鼻当てが。はい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 。こう、あと使わなくていいじゃん。
もうつかないけど、ここがつくんだよね。ここがと残っちゃいます。ここ線がつくんですね。だからコンタクトが一番です。あれ。いやあのね、本当俺コンタクトだったの、40まで。はい。ただある日突然、それこそ柴田と一緒にあのイベントの帰りに飯を食いに寄った時に、あの二人でメニューこうして、で、俺コンタクトだったのね。ギューンって。コンタクトでそうなっちゃうんだ。だから見えないね。そうなんです。だから。遠くは見えるけど近く見えなくなる、老眼がひどくなっちゃって。ああ、コンタクトって老眼ってないんですか？遠近が今あるらしいんですよね、コンタクトも。うん、でもなんか結構大変だよって話聞いたんで、でコンタクト外すわけにいかないんで、ならメガネならばいいやつって言って、うん、こうしてて近く見えなかったらこうやってやれば見えるんで、あまあまあ、ね、でこれ首からかけとけばこうやって行ってやる。これはいいですね。なんであのメガネに変えたんですけど、ずっと僕コンタクトだったんですよ。ちょっと昔流行ったでしょ、こんなメガネも、こんなのも。流行りましたね。流行りましたか？いやらしい親父うろうろしてる。何そのこんないやらしい親父がうろうろしてるって。まあっていうことは普通だってこと。なんかでもそのなんかその青いのなんかすごいですね、その。わざと青にしたんじゃないですか。だから。これも全部ドツキなんです。まあまだありますけど。まだ出ていく感じですね。できる雰囲気を。演出するにはこういう眼鏡とかね、あちょっとこういう感じで撮影用にしといて。え、撮影の時、撮影何の取材来た時、仕事してるとこパチッ、うん、そう仕事してる時見えねえから俺眼鏡外さないと意味なかったですね。黄色ってはいかないもんですから。すいません取材とか黄色で受けてます。すいませんでした。この間も眼鏡雑誌の取材来ましたから、うち。あ、マジで鈴木くんところから流れで、メガネの雑誌、メガネ専門の雑誌に僕出ました。じゃあメガネ業界の人はみんな見てるやつですか？みんなかどうか知らないですけど、見てるでしょうね。割と見てる。これで出ました。島田のメガネ通。変なおっさんじゃないですか。だからやっぱりね、メガネに凝り始めると、3D メガネも凝らなきゃいけない。3D メガネ、マイ 3D メガネ。これはあのダースモールですね。これダースモール。スターウォーズに出てくるダースモールです。ああ、いいでしょこれ。赤と黒ダースモールから。こんなのもあるけど、一番やっぱりね、僕がねお気に入りなのは、ね。まだ出てこなかったんですか？ 3D メガネでですか？ララポートにわざわざこれ欲しくてね、行ったですよ先選考で。映画を見に行ったんじゃなくて、映画を見に行きました、もちろん。あ、これが欲しくて映画を見に行った。で、速攻ですぐ行きました。これアナキン。おお。こういうので欲しいでしょ。欲しいでしょ。僕は好きですよ、それね。特にスターウォーズ好きにはたまらんちゅうやつ。たまらんすか。これおっさん一人でこうやって見てるわけ。だけどこれ実際映画館ではこうしなきゃいけない。え、それは立体に見えるんですよ。それ 3D に見える。それ 3D ですよ。これ立体って普通のものは見えないでしょ。 3D メガネですから。 3D メガネって、その顔撮ってやってくださいこれ。ねえ、これはちょっとこれ石間さんいいですよ、もう目がかけないんですから。あ、撮ってください。あ、なんかあれ似合ってます。西部警察みたいになってるじゃないですか。あ、それ西部警察いたね、いたね、いたね。こんな感じいいじゃないですか。言いました、言いました。西部警察っぽいじゃない。かっこいいですよ。じゃあ出ます、ちょっと出る。ぜひぜひ。もう絶対かっこいいと思う。センターに。センターにちょっと出ちゃいます。どうぞ。いいでしょ。いいですね、これ。あ、出ちゃいました。似合う。これで、これで、あのチェーンソーは、そうですね、本当にメガネ必要なんで、絶対に、うん、
いいですね、本当こういうのでちょっと。まあそれはメガネ屋さんでは売ってないけど。売ってないですけど。え、普通はゴーグルかグーグルかなんか知ってんの？そうですね。グーグルっていう。わかんねえ、適当すぎるよね。何ゴーグルかグーグルって。知ってるだけなんだ。似てるだけでしょ、それ。たまにヒットとね。え？え、何？ヒット飛ばしとかないとね。ヒット？バカにされちゃう。ヒットではない。ヒットじゃないよね。このメガネかけたらすごい。でもすごい味じゃあ明日石破さん会社で使いそうですよね、今。こういうメガネいいよ、こういうメガネ。林さん、あ、いいですね。お、いいでしょ。お、いいじゃん。いいですね、これ。これ、遠光レンズつけてあるんで。あ、そうなんですね。昼間行くと、あの、茶色くなっちゃう。あ、あー。なんか、できる人みたい。あ、本当ですか。やった。遠光レンズって流行りましたよね。まだ割といい感じですよ。合ってます。合ってます、よかったね。これも遠光ですよ。いいでしょ。これ似合いますよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。どうですか、2、3個いいですよ、もしいらないと。もしなんだちょっともらいたいです。レンズだけ買ってくれればこういうちっちゃい目のこうサングラスもね、こう可愛いでしょ。あー、いいです。それ似合うじゃないですか。いいですね。いい、そんな感じですか。こんな感じ、はい、どんな感じなんだ。どんな感じでもまあ、ちょっとイベントは今回できた。これでそれもいいですよね。これ外側にコートしてあるんで光る。あ、そうなんですね、うん、普通光らないでしょ、はい、こういうレンズ光らないじゃないですか。あ、はい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 。だけどこれ光るよ。でちょっとね、肌色に近いような色を入れてマッチしてる。似合ってますか。いいですよ、それ本当に。いいですか。よかったよ。じゃあもうこれからこれでコメンテーターそれでこれ これでいいと思います。いいですね、これも。まあ、鈴木くん、今度来てくれた時は間違いなくもっと洒落たメガネ持ってきてくれると思うので、うん、ぜひ出てきてくださいね。エロ仙人、亀仙人、誰だよ。さぬきケータだ。本心が分かってる人いるんですよ。え？なんだと？いかがですか、この。どうぞどうぞ。オークリーなんですね、これ。それオークリー。オークリーのやつでもスポーツっぽくないでしょ。そうですね。こんななんか雰囲気のってあるんだと。うん。いいですね。楽しいの。ねえ、メガネ詳しい。オークリーはだって、いや、そんな詳しくはないですよ。オークリーは有名でしょ。イチローが流行らしちゃったでしょ、かなり。で、これね、メガネもね、今ね、自分で変えれるんですよ。あー、ほんとだ。あ、じゃあ結構鼻当てる。あー、すごいすごいすごい。これ、ムニョってなる。ここが変えられる。なんで、この細い人は狭めればいいし、ベタってくっつけたければ広げれば。これそんな高くないですよ。高くないって言っても高いと思うな。いや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 、おいくらくらいですか。2万円堂ぐらい。2万円堂ぐらい。よその宣伝しちゃった。だからそういうチェーン店じゃなくても個人のお店でもそういういいブランドとかね、そういったものがそういう値段で買えるんですよ。買えるんですよ。まあ上もありますよ、もちろん。それはね、うん、メガネって意外とね、そう、チェーン店さんから怒られちゃうけど、意外とそういう専門店でもいいメガネがお値打ちに買えるんですよ。買えるんですね、うん。メガネ屋さんからお話聞きたかったけど、でも今日すみませんね、メガネマニアでただの。でも素人の話は誰も聞きたくない。じゃあ聞くなよ。あのメガネもしゃれてんだよね、あのメガネ。ちょっとメガネ好きいるじゃん。メガネ好きがもう一人いるんだ。いやいますね、いますね、いますね。じゃあ選手交代。横がこんななってるんですよ。そうしゃれてるよ。ちょっといいかけて。オレンジっぽいの流行ってるんですね。うわ、すっげえ目悪いな。勉強やりすぎだよ。全然見えない。すんげえ、ね、俺なんかもう素通しだよ。なんちゃってメガネ。どう
あ、素敵。いいと思いますよ。素敵。じゃあ鈴木くん今度こんな感じで。あ、注文して、今注文しましたね。黒い、あ、いいよ。そんなに俺、あのね、老眼が入ってね、目が良くなったの。あ、いいですね。 0.15 ぐらいまで良くなっちゃった。あ、そうなんすか。うん、0.1 なかったのにね。へぇ、 0.1 ないってどんな世界ですか。あ、これもしもし、そう、ないです。 だからこれこの眼鏡で、へぇってなるよ。あー、ね、すごいよ、すごいよ。見えないですよ。なんで見えない。え、そんな俺がなんか悪いんだ。悪い。悪いですね。そんな悪い。だって前に出てこいって言われるんでしょ、どうせ。あの、危ない人で職質されるよ、それ。え、これね。うん、それ職質。これで帰っちゃダメかな。じゃ、こっちの、こっちの方がまだいいよ。じゃ、これで。まあ、多分あの、車事故って思う。あ、ちょっとこれ、視力入ってます。入ってるよ。ちょっとじゃないんだって。だから 0.15 はそれぐらいなんだって。あ、そうか、もう 0.15 って遠い昔の話に感じる。今、どのぐらいなんですか。 0.02 ぐらい。そうぐらいですね。そうだよ。はい。あの、でもさ、0.1 にする方法って知ってる？どんな人でも 0.1 になれるの。どうするんですか。え、だって覚えておけばいいんだよ、一番上。あー、暗記。そんな人は何番目だっけ、覚えて。あれさ、見えないと前出てくじゃん。見えてきますね。ね、今どうやってやるのか知らないけど、うんうん、あれ前出てくの嫌で、最初にこうやって覚えておいて、うんって言って、だいたいこの辺指してるなって、右とかさ。絶対 0.1 だよ、だから。それでね、ズルしてましたね。別にメガネとかさ、コンタクト作るのは自分が病院で作るわけでしょ。まあそうですね。ね、関係ないからさ。うん、じゃあ今度健康診断でこうやって暗記して。もういいじゃん、もうそんな年じゃないでしょ。中学とか高校の時の話。でもこの前勘でやってたら、うん、すごい良くなっちゃって、メガネなしで 0.3 ぐらいになったんですよ。で次の健康診断の時に全然もっと分かんなくて 0.01 ぐらいになって、目がすごい異常がありますみたいな。急に落ちちゃったから。急に落ちたから大丈夫ですか。だってこれやばいもん。すんごいもん。あ、俺メガネしてるから余計だよ。すごいな、こんなので近くなんか絶対見れない。お願いします。ありがとうございます。まあ、メガネってね、目の悪い人に本当体の一部なんで、うん、いろいろと楽しんでください。島田本通りのお店だそうです。鈴木くん紹介するから面白いメガネいっぱいあるよ。あ、じゃあぜひ今度本当に鈴木さんのとこに行ってみます、うん、ぜひ。はい、もうこの顔鈴木くん見てるから行ったらわかるよ。あ、黒縁のオレンジねみたいな。メガネの話しかないみたいな感じですね。うん、そう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 。じゃ黒縁のオレンジです。うん、いいんじゃない。で、これちょっと大きめの大きめのやつね。うんうんうん、遊んでみるのも一つや、ね。はい、今まで俺ちっちゃかったからさ。でもそっちの方が似合いますよね。うん、こういう眼鏡すごい似合います。はい、そうですか。似合います。でかすぎない。いや、普段はこんなでかいのしないんですけど、この頃ね、あの R の眼鏡ばっかするようになっちゃったら、もうね、あれが嫌になっちゃったんですね。これ全てこう R が、うん、ね、こう R が R ってあるんですか。こう、こ、こ、こが、あ、こういう R ってですね。これもちょっとあるでしょ。うんうん、普通のメガネだといいんですか。なんかね、覆われてるような感じでね。花粉いいとかじゃなくて、うん、なんかね、花粉メガネとも言われたことあるんだけど、安心感みたいな感じ。安心感みたいな感じ。ってことで、もうさ、メガネ談義でほんと30分過ぎちゃってない。もうそろそろですね。そろそろですね。まあ、あのエスパルスのドリームプラザのイベントの、じゃあ告知をもう一度。1日から行けばいいんですか。5月1日からドリームプラザに来てください。11時から C までやってます。なんだ、今日恋愛コンサルタントになるって言ったからさ。そっちの方来たかったんですよ。おー、俺わざわざ来てきたのに、これ何か分かる。分かんない。え、分かんないの。これは、え、僕たち SKB48 というグループ作ってるんですよ。 SKB48。 うん、僕たちって、まあ、いっぱいいるんですけどね。メンバーが SKB、 フックも入ってます。フックも入ってる。渋垣隊のフックも入ってる。フックも入ってる。 SKB48 の衣装、の衣装。わかんないですか。エロは基本です。さあ、終わりましょうか。ということで、鈴木くんまた 来週じゃないですね、近々来ていただくことになると思いますので、
またその時に詳しいメガネのお話をさせてもらいます。今日は僕の話になっちゃってごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。メガネを片付けないと。メガネ片付け